ゆいがドクソングのイメージがある岩桜真子です。ゆいがドクソング始まるよ、翔太頑張ってね。さあ今夜も始まりました、ゆいがドクソング。さあ今夜もまいちゃんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、元鎌倉ご当地アイドル、今はダンサーやってます木更木舞です。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、お笑い芸人の歌松隼人。先週に引き続き、出させてもらってます、はい、幼馴染でやってますアルカリ電池と申します。よろしくお願いします。相、はい、方の滑舌が悪くてすいません。長谷川と吉田でやってますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、そして我々も先週に引き続き出させてもらってます狐日和の松本と、はい、お稲荷大好きお稲荷達也です。2週目もテンションお上げさんね、言ってますけど元気出してこうぜ。お稲荷さん、横の松本さんがすごい顔を向いてお前が一番に喜べよ。すまんね相方の。すまんね言うじゃねえよ。すまんね言ったらね、折り押して言ってんだよ。俺どうした出だしから噛んでんだからこっちは面白い。うるさいな。事故だろ。今のカットしてほしいぐらいだよ。2週目もねよろしくお願いします。お願いします。このラジオ聞いてる人には伝わらないかもしれないですけど、僕らこのラジオで売れようと思ってますから、うん、もう爪痕をねガンガン残してガンガン残してやろうと思って、うん、はい、オルカリやめろ、もっと濃いよ、はい、グッと濃いよ。いやだってすごいなんか熱意たっぷりだなって、ね、鎌倉 FM でねレギュラー番組持ってやろうかなって、はい、そうそうそう、おーそれはいいですね。いや持てるんじゃないかと俺思ってるからね。おお、ね、頑張ってください。先週の収録がもう跳ねて跳ねてすごく本当ね、DM で面白かったですまた聞きたいですって言って、もうなんかそのプロデューサーの DM をパンクしたらしくて、いやいやこれはもういや先週の放送で松本くんプロデューサーに悪絡みして変な感じ言うな言うな、そこも言うな。あれが良かったらしい。良かったかい、あれは。というかこれ日本撮りだよ。そうですよ。何勝手に持ちてるねえよ。ツイッターとかで。来てない来てない。知らないですからね。お願いします。お願いします。ね、じゃあ今回は前回お話しできなかった、はい、ね、コンビ同士の。はい、出会いとか、おー、ね、そういう話、一週目にするべき話なんですよ。そうなんですよ、ちょっと時間なくて。そうですね、やっとね、スポットライト前回は本当にね、ただわちゃわちゃやっちゃった。そうですよ、楽しくても本当に普通に盛り上がっただけっていう、ね、じゃあ僕たちから話しますか。そうしましょう、そうしましょう。はい、ぜひ。はい、じゃあ豆電池の2人かな。アルカリ電池だよ。なんで豆電池、変なボケ。ありがとうございます。いや、褒めて、褒めて、褒めて。ボケすごいでしょ、うちの相方。まあ一応、まあ先週も言ったんですけど、はい、まあ、僕ら幼馴染なんですよね。そうなんですよ、はい。で、まあ北海道同じ学校の、まあ、八雲町っていう、北海道の八雲町っていう、はい、まあ、函館の近くの田舎ですね。左下の方なんですけど、はいはい、そこは言わなくて、それ細かいとこ言わなくていいよ。人口が1万何千人、6000人ぐらいなんですけど、まあ、それぐらいですね。酪農が有名で、牛の数があの人口の3倍の6万頭。なぜ馬の方、馬で牛の方が多い、ちょうど、ちょうどではないけどね、まあ、大体大体ね、約ね、ちゃんと1000人ぐらい数えたのか、ちょうどじゃねえわとか、なんか激しいツッコミ欲しかったちょうどじゃないけどね、ちょうどじゃない、そこは別にいいだろうって。いや、そんな街でね、はい、まあ、初めて出会ったのは小学校の1年生、小学1年ですね、はい、同じクラスだったんです、はい、はい、うん、まあ、その時は別にそこまでなんか仲いいっていうわけではなかったんですよ、まあ、普通 の、 あのクラスの友達みたいな感じだったんですけれども、ただあの八雲町って、まあ、まあ田舎なんですよね、でちっちゃいんですよね、はい、うん、だからあの小学校中学校高校がほぼエスカレーター式なんですよ。そう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 、だからまあほぼまあ高校前ずっと一緒だったんですけれども、うん、そこへ親しくなったのが大体大体大体親しくなったのが、はい、親しくなったのが、つられてんじゃねえか、かんねん、お前はかんじゃダメだか、お前は親しくなったのが中学2年生のそれぐらいですね、まあ、そうですね、そう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 、そっから仲良くなって、はい、なんか実はその中学2年生の時に一回アルカリ電池結成してます、まあ、組んでますね、学生団体が結成してまして、まあそこでネタはほとんどやってないんですけど、まあ、ただ2人でなんか組んでなんかこういう風にやっコンビだぜイエーイみたいな感じ で、 やってでわちゃわちゃするみたいな感じだったんですけど、そこでこの中学2年生の時のギャグとかなんかやり取りとかなかったんですか。なんかあのチーモン長中さんが彼めっちゃ好きだった。ああ、まあそうですよね、その当時なんで、そのチーモン長中さんのネタをなんかコピーして、はい、その休み時間とかにやったりはしてました。あとはあの掛け声とかありました、あの出だしの挨拶みたいなの、やってよやってよ、はいどうもはいどうも、プラスマイナスアルカリ電池。
ていうね。すごいな。お前らめちゃくちゃ面白いじゃん。でかいよ。おい、そのキャラ2周目も貫く。なんだよ、それ。普通さ、なんかアルカリ電池で上がってほしいけどさ。チーズ。チーズ。チーズ。落ちちゃうんですよ。結果的に。フュージョンしてる。っていうのもあって、まあ、このままね、一緒にお笑いやっていくのかなと思ったんですけど、はい、やっぱり、ね、お笑い始めるって、結構やっぱ大変なことってあるじゃないですか。そうなんですよね。こういう業界って。だから彼の親はしっかりしてる方だった。それ進んじゃダメっていうことで。まあ、ちゃんとした会社に。長谷川の親がしっかりしている。いや、こいつの親医者だから拾われてきたんじゃねえ。拾われてない、うん、拾われたらちゃんと育ちますよ。いや、そうなんで、なんか就職してほしいっていうことで、そこで一回チリジリになっちゃうって。そうなんですよね。まあ、18の時に実質まあ1回目の解散みたいな。そのまんまが良かったんですけどね、チリジリのまんまが。なんでですか。残念ながら再結成ということで。残念って言わないから。彼はまあこんな感じですけど、一応社会人も4年ぐらい、4年間ですね、経験してて。やってます、やってます。社会人もやってるんですか。やってます、やってます。実はコピー機の修理の仕事はね、あれできたんですか。あ、基本壊してました。なんでだ。基本は壊してましたね。でも大丈夫なんですよ。で、僕の方はまあお笑い続けたかったんで、はい、そこからまあ7年ぐらいですかね、今。そうですね、8年間ぐらいずっと一人でピンで、やってて、でもピンで8年もやってて、はい、ってことはギュッまとめたら1年ぐらいか、なんでだよ。まとめて1年はどういうこと。8年としたら多い。いや、俺が今ね2年目だからちょうど後半に当たるのかなって。いろいろあったんだよ8年間。ピン時代はなんか露出とかなかったんですか。露出ピン時代、まあ、テレビにね、有田ジェネレーションっていうテレビに出たりとか、まあでも事務所もね1回倒産するっていうことも。悲しい、悲しすぎる、波乱万丈やな。いろいろありまして、まあ今こうやってコンビを一緒にルームシェアもしてるんです。そうなんですよね、仲良そう、仲いいですね。なんでコンビ組もうと思ったんですか、再結成。これマジでいいですか、はい。まあ、ピンに限界を感じたっていうのが。リアルな、リアルなことを言う。このままピン続けても売れないかなと思って、はい、で漫才、その自分の中 の, その人間とかを出すためには漫才の方がいいかなと思って、はい、そしたらその時はもうルームシェアしてたんですよ、その彼がずっとやってる時にルームシェアしてて、じゃあ隣にこいつがいたから、はい、あ、じゃあこいつと漫才やってみようって思って。そうですね、そこで結成しましたね。結成しました、はい。でそこでアルカリ電池が誕生したんですけど、はい、最初そのホストをやりながら漫才やってたん で, んで、ね、彼がそのホストの方になんか仕事を食われちゃって、はい、ライブに出れないとかっていう状況があって、はい、で、あ、これこのまま続けてもダメなんじゃないかって、先輩とかからも、あいつそのライブとかすっぽかしたりするかもしれないから、やめた方がいいって言われたの最初。まあそりゃそう思いますよね、はい。そしたらそのタイミングで、まあ、先週も話しましたけど、はい、あのホストクビになったんです。はい、運命やな。そう、はい、運命という神様が首切ってくれた。いや、本当にその時にあのホストを続けようか、はい、それこそあの前も言った通り、まあ、全然稼げてなかったというのもあったのでね。そうそうそう、だからそれをホストを辞めるか芸人をやろうかでちょっと悩んでたんですよね、うん。でその時にあのちょうどあのお店からお前クビっていう風に言われてだからその時も相方にも、ね、今みたいな状態だったら組めないかみたいなことは言ってたんです。聞かれて、ごめん、なんとかちゃんと踏ん切りつけるから待っててくれって言った次の日にクビになったんですよ。そう、本当にだからこんな偶然ありますか、ね、だから、うん、っていうぐらいね。しかも相方それすごいなんかすごい悩んでたんですよね。そうそうそう、長谷川と組んでいいのかみたいな、うん、だからそれを言った次の日に、あ、ごめん、俺クビになったからお笑いできるわってっていうか、すごいある意味なんだお前って逆に怒られました。でここからね組むことになったんですけど、はい、まあ、結果としては今ちょっと後悔してる。後悔は何でない、バケモンだったっていうね。どういうこと。なんか滑舌も悪いし、はい、なんかよくわかんない、やばい人じゃないですか。やばい人ってなるよね。こんな人だとはなんか思わなくて、はいはいはい、そう、実際こう漫才やってみて、深く関わってったら、なんかとんでもないなんかキャラクターが眠ってたんで、まあまあまあ、いい飛び道具だよね、本当に。まあそう言ってもいいよね。まあ、いい意味でモロハの剣、モロハの剣ね。まあまあまあ、当たる当たる、一か八かですね。極端ではありますね。だからね、まあ普通の漫才とかではないですけど、そうですね、もしなんか YouTube とかで動画上がってるんで、はい、それでなんか見ていただいて、うん、おー、ナイス宣伝、僕たちのこと興味持っていただければと思う。そうですね、はい、よろしくお願いします。っていう感じですかね、僕たちは、はい、そうですね、そういう感じですね、はい、ざっくりとしたら、はい、うん、
いや終わり。狐さん、狐さんを言ってください。僕らは名乗るほどのものではないんだね。まだ組んで短いですよね。そうなんですよね。僕たちまだ組んで1年も経ってないんですよ。出会っても1年も経ってないというかね、出会ってすぐコンビ結成っていうんですけど、まあこれ語るにはね、僕のピン時代から話さなきゃいけないんですけど、これ尺5時間ぐらいかかるな。めっちゃ長い。ギュッとしますけど、おいらい達也だってもともとね、最初別のコンビで漫才やってました、うん、まあ、っていうのもあるんですけど、それ2年ぐらいやってて、その事務所に入ってたんですよ、事務所にある、言っちゃうな、言っちゃうな、もともと今売れてるぺこぱさんがいたオスカープロモーションってとこに、所属してまして、大丈夫、消されない、消されない、消されない、ワンチャンありえる。まあでもね、お前二度とあの名前を出すなって言われたんですよ。僕個人じゃなくて、あんまりオスカーの名前を出さないでくれってね、もう芸人さん全員にね、でもこれもね、オフレコなんですけど、オスカー、もうやめろやめろ、爪痕ある意味残しましたね。鎌倉ならいいかなって感じなんですけど、まあ話しますと、そのオスカープロモーションというところに所属してまして、はい、で、コンビ2年、でピン4年やってたんですよ。で、ピン4年やってて、はい、ちょっと、ね、あるキャラクターを見つけて、はい、稲荷寿司、さっき言ってた、お稲荷達也っていうね、でっかい稲荷寿司を担いで、はい、お稲荷さんのダジャレを言って、お稲荷さんのお取りだいっていうブリッジをかますってネタやってたんですよ。はい、好き、ね、好き。そう、好き。やってましたもんね、大丈夫。そして、そのオスカープロモーションで、その作家さんに、これいけるよ、売れるよってね、一緒に頑張ってこうよって言われた時に、うん、はい、ちょっとオスカーがね、お笑い部署が解散になっちゃって、ちょうどそのタイミングで。なっちゃって、これだけね、お稲荷さんだけ残ってどうしようかなって、他の事務所にこれ売れるって言われたから売りに行こうと思って、はい、いろんな事務所駆け込んだんですよ、はい、そしたら稲荷寿司の扱い方わからないって言われて、みたいな、売れるって言われたのにと思って、で、それで扱いわからないで、どこもなんか門前払いを食らっちゃったんで、どうしようかなと思った時に、共通の知り合いで、その共通の知り合いのバイト先にこの松本さんがいて、はい、で、その松本さんもその最近コンビ解散してピンでもうやめようかなっていう時だったらしいんですけど、相方を探してるみたいな。そう、うん、それでその共通の友達が引き合わせてくれて、とりあえず M1 のちょっと前の時期だったんで、うん、M1 でちょっとやってみっかってことでなって結成したってことですね。いいね、トークうまいじゃん。上からだな。うまいじゃん。喋ろ。いやでもなんか本当ね、結成して1年も経ってないんで、まだお互いもね、探り探りなんですよ。うん、なんで第一印象どうだったのか聞いたことないんで、今聞いてもいい。あ、いいですね。第一印象はでも顔おもろそうやなって。おもろそうやな。でも芸人としてはね、いいこと。大丈夫ですね。まあラジオだから伝わらないと思うんですけど、本当になんか。髪がクルクルで、そうなんですよ、気持ち悪いんですよ、天然パーマなんですよ、気持ち悪い。なんか本当、うん、昭和のコテコテ漫才師みたいな。そうですね、今ね、スーツも着てるんでね、お前らスーツ着ろよ、衣装の。そうだから見た目は面白そうやなと思って、うんうん、はい、相方が YouTube 一人やってたんですよ、昔、うん、あ、ちょっとね、これもややこしいんですけど、ピザ林という名前で YouTuber やってたんですよ。偽りの名前というか、ね、偽りの名前、それを見てて、なんかコーラをね、うん、なんかメントス、そう、メントスコーラを鼻から飲んだりみたいな。そのメントスコーラにホースをつないで、その鼻にぶっ刺して、はい、そのままメントス入れて、あと口の中に、うん、火薬のクラッカー入れて、うん、何個同時にパンって弾けるかみたいな、最大8個同時に口の中に、うん、一緒に鳴らすって。口の中に喉チンコやるみたいな、怖い怖い怖い、なんかこういう系ねみたいな、面白そうやんと思って、うん、はい、まあまあやってあげてもいいかなみたいな感じで、うん、上からですね、上から上から、本当に上からよ。いやでもお稲荷達也くんって、まあ、僕アルカリ電池吉田とお稲荷達也は実は養成所から一緒で、うん、まあ、そうですよ、一緒で、実はお笑いの長さでいうと、うん、お稲荷達也と僕はもう、うん、8年ぐらいの、そうですね、大体ですね、そうですもんね。だから本当仲良すぎて、一瞬その大和さんコンビ組もうかなっていう時に、はい、僕が一回候補に上がりましたもんね。あ、そうなんですか。一時期、そうそう、ただそのお稲荷達也と結構仲良くプライベートもさせてもらってるんですけど、一回一緒に前説みたいな感じで、お試しでコンビでやったんですけど、普段めちゃくちゃ仲いいのに、その前説やったら全然噛み合わなくて、ね、すげえ空気になっちゃって、付き合いたてのカップルみたいなね、そのどうしようみたいな、気持ちなくなっちゃった。いやでもお稲荷達也がそのなんかピン時代とかすごい泣いたりして、僕に電話
かけてきたりとかありましたね。姿は知ってるんで、はい、いやなんか今松本くんと組んでて、正直なんか楽しそうで、そうなんですよ。とってもいいコンビなんじゃないかな。マジでなんかいつもなんかネチネチ、ネチネチって感じ。相方の裏の顔だった。公共の電波使ってすげえ好感度上げてくんだわ。そうね、今最初この松本さん第一印象もう本当チンピラだなーなんて思ったんですよ。チンピラ。今チンピラだとこで。今ねこうやってねもう半年以上こう付き合いだしてね、もう印象も変わって、わすごいドチンピラだなーなんてね思って。やっぱチンピラなんですね。やっぱチンピラ。これは変わらない。関係性とかはいいと思います。松本くんがなんかそのチンピラみたい。チンピラ。チンピラ。おいないたつやっぱ優しいんで。そう。そうですよって今言いました。そうそうそう。バランスはいい、バランスはバランスはいい、バランスはとってもいいと思います。でも俺養成所だから、俺養成所渡辺コメディスクールってとこ入ってて、で卒業したばっかの時にあの今の相方と組んだんですけど、俺在学中はあの俺の相方がチンピラだったのよ、で俺が真面目キャラみたいな偽りのキャラでやってたのよ、でチンピラにね、チンピラにそうそうそう、すげえあの岡山弁で、あれ何しとんじゃみたいな、ゴリゴリのみたいな、そうそう喧嘩漫才みたいな感じでやってて、でそれがもう今立場逆転してね、もう相方ももういやそういう経験があるならそういうことやめろよ。確かに。もともと被害者だったんだからいじめちゃダメだよ、いじめちゃ。やっぱこう食物連鎖というか。なんだそれ。朝食と言いますか。まあ僕どこに入っても大体ね、一番下のカーストに潜っちゃいますからね。そうそう、告知が来ましたね。告知、告知と告知みたいな。終わるな、終わるな、告知やだ。曲紹介、曲紹介、曲紹介、曲紹介。いや今完全にテロップに告知って書いてあったんだ。ブロデューサー。ちょっと天然ちゃんなんでごめんなさい。可愛いな。いやすごい。ということでじゃあ曲紹介ということで、前回はダヨシ、ダヨシさんから。じゃあ僕からですかね。そうですね、ダヨシさんお願いします。田中吉田が、はい。まあダヨシって呼ばれてますけどね。僕はですね、今回。キョンカイってなんやん。可愛いところもあるんですよ。うるさいよ。絶対噛んじゃいけないよ。あのキョンカイですね。キモい。続けるな。キョンカイ続けるな。今回ですね、はい、僕がおすすめしたい曲は、ゾーンのゾーンシークレットベース、君がくれたものっていう曲です。じゃあお願いします。何泣いてんの。いやいやいや、ね、思い出の曲なんでね、はい、いやってことで、ゾーンの、シークレットベース、なんとかのなんとかでございました。ありがとうございます。なんとかのなんとかあのニョロニョロがちょっと出なかった、ね、ただでさえぐちゃぐちゃのダイヤさんの顔がぐちゃぐちゃになってますぐちゃぐちゃ言うな。これがですね、もう、はいはい、まあ、僕にもね青春時代っていうものがありまして、はい、ありますあります、あるよ。消すな、全身を消すな、相方の。でそのままポンと生まれてきたのじゃないですか。いや違うよ。ポン桃太郎みたいなね。まあそれはいいとしてね。はい、松本さんから面白いねって言ってくれなかったですよ。いや鼻で笑わないで。この曲どうしたの。まあ、僕もね一度彼女が言ったことがあります。嘘つけば。早いよ早いよ。嘘つくんじゃないよ鎌倉で。いや本当に言いましたよ。絶対写真見た人信じないよ。写真見てほしいの。鼻させて。鼻させてですね。まあその子が本当に好きで、でも告白して、でも最初は振られちゃって、やった。やった。4回ぐらい告白したの。今そのぐらいいけねえな。4回ぐらい告白して、はい、やっとこう付き合うことができたんですけど、その4回目どんな風に告白してどんな風に返事来たんですか。俺女の子やるからあんた告白してきて。漫才がありましたよ。シークレットベースは。じゃあちょっとそれは置いといて、で告白して、で告白して OK もらったんですけど、はい、まあ、なんでシークレットベースかっていうと、確かに実はですねその子もうその付き合った時には、はい、もうその転校してしまうことが決まってまして、そうでしたね。それでまあ僕たちは付き合うことができたんですけど、はい、その子はもうすぐ転校してしまって、で、会えなくなっちゃって、漫画やん。そう、本当に漫画みたいなことがあって、で、まあそこでやっぱ遠距離になってしまって、まあなかなかこう連絡も取れなくなってしまって、そうですね。でまあ。ね、別れちゃった。なんで泣いてんの。あの頃の感情思い出すんじゃないよ。別れちゃったんですけど。思い出さなくていいよ。それで、はいはい、まあ今年でね、はい、まあ、それが高校2年生で17歳の時だったんで、ああそうでしたね。今年が10年後なんですよ。あ、ちょうど10年か。ちょうど10年後で。あ、そうなりますね。でもうその高校の時からもう一回も会えてないんで、またね。会えたらいいなっていうか、ねえねえ、徐々にさ泣きそうにならないで、泣かなくていいから、そのぐらいなんか思い出の曲だったんで、今日はちょっとここであのねみんなでも
きたかったし言えてよかったね、泣くな泣くな。それは彼女とよく聴いてた曲なの？いや勝手に思ってるだけ。お前だけか。だから転校するってその悲しい思い出に合わせて聴くみたいな。そうそう、この曲を聴くとその日のことが思い出してしまう。そうね、あまりにも自分のこの恋愛初恋とあまりにもこう一致してるというか、その初恋は夏だったんですか？夏でした。夏。だからこそ、その初恋の相手も連絡先とかも分かんないの？もう何も分かんない。Facebook とかも知らないし、本当に何も分かんない。本気出せばいけそうだよね、今の考え。いや本気出そうとすんなサーチすんな、そこで。まあでもね、今の姿であったら多分振られちゃうこと言わない10年後に10年越しにまた告白する、ね、通報そういう体験があったよっていうことをね、ちょっと皆さんに知ってもらいたくて。知りたくなかったよ知ってくれよ。余計な知識使わせんだもんね。大吉さん、はい、諦めちゃダメだよ。何のフォロー？人は諦めたらそこで終わっちゃうんだよ。お、はい、こっからお笑いで売れて、はい、大吉さんが有名になってテレビ見たその彼女が、うん、あの時の吉田亮君だって気づいてくれて連絡来るかもしれないじゃん、うん、だからお前は諦めちゃダメだ、絶対に売れよ、ここで笑い取って絶対に売れようぜ。あの一ついいかね、あの君よりだいぶ先輩なのにお前っていうのやめてくそこ間違ってるかな、本当に。大吉さん芸歴が何年でしたっけ？僕はちゃんと7年目ですね、もう今年は、はい、松本さんは？俺2年5年はでかいぞ5年はでかいから、まあ、でも大吉さんギュッとしたら1年ですか？そう後輩で誰よりも後輩なんですかっていう感じですかね、僕は。はい、ありがとうございました、ね、でもいい話だったな、ちょっといい話ですね、からのからの、あ、からのそこからお稲荷さんですからね、僕の大好きお稲荷達也くん大好きなの、感じ悪いな、おい、シークレットフェスの初恋の話に合わせて言うな、そんな気持ちはい、ということでね、じゃあ、あの狐日和のお稲荷達也がね、あの曲のリクエストをしたいと思うんですけど、はい、僕がね、紹介するのはあの水曜どうでしょうの、エンディングテーマ曲にもなりました、はい、樋口良一さんの6分の1の夢旅人です。どうぞ。さあ、1曲お送りしました。はい、ということで、聞いていただきましたのは、樋口良一さんの6分の1の夢旅人でしたけど、はい、いやー、皆さんご存知、水曜どうでしょうでございます。いや、ね、これね、北海道民は心揺さぶられるね。いや、暑いですからね、ご参考といえばもう水曜どうでしょう、愛してやまないですか、はい、木更木さんとか見たことあります？見たことないんですよ。ない、うん、もう全国区ですからね。水曜どうでしょう知ってます？あ、知ってます。待って待って、そこの北海道2人はすごい盛り上がってるけど、うん、あの松本さんが石川県出身の松本さんが顔が無理になってるこの人も見てないんですよ。なんでだよ。言うても今北海道のやっぱテレビ番組ね、ローカル番組からできましたけど、はい、そのもう全国区ですから、はい、全国にファン、ね、あの水曜どうでしょうのファン、略してあの水曜どぐ、うん、水曜どうでしょう軍団、どうでしょう軍団どうでしょう軍団とかいるんですから、はい、湘南とか車のステッカーとか貼ってますよ、絶対貼ってますね、貼ってる、そんくらい有名なんですから。もう今日は熱く語るぜ、ね、これを語るんですよ。5時間覚悟しろよ、長い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 100考えてなぜね、この曲かというと、はい、やっぱり、僕その芸人を目指すきっかけとなったのが水曜どうでしょうなんですよ、はい、へー、大泉洋さん、北海道のバラエティーといったらもう水曜どうでしょうなんです。アメトークとかでもなん、ま、そういうのでもなく水曜どうでしょう一強なんですよ、まあね、確かに、うん、でそのやっぱ水曜どうでしょうっていうのはご存知大泉洋さんの、しゃべり、一本でのロケ番組ですよね、はい、あのしゃべりだけで30分ロケ番組を持たすという、全部面白いというそのかっこよさに憧れて芸人になろうと思ったんですよ。 あれをしたいと思ってね、はい、うん、いや憧れが過ぎるよ。なんでだよ、過ぎるよって言わない、見た目にも出てんじゃないまあそうなんですけど ねその大泉洋さんに憧れてっていうところもあって、もともとテンパなんですけど、はい、大泉洋さんも天然パーマでさらにパーマかけてるんですよ、はい、で僕も天然パーマにさらにパーマかけてるんですよ。あ、そうなんです、ね、そうなんです、憧れてやってる。いつかね、本当一緒に仕事できないかなと思いまして。確かに、うん、かチャンスあったよね、俺たちもね。ありましたね。え、そうなんですか。今年かな、去年あたりもやってたんですけど、はい、その水曜どうでしょう祭りというのが、イベントがフェスみたいな、フェスみたいなのが札幌でありまして、はい、7年前ぐらいかな、7年前ぐらいにその水曜どうでしょう祭りってやった時に、はい、そのなんですかね、知り合いのつてでその水曜どうでしょう祭りの店員さん、うん、あの手伝いとして ね行って、はい、うん、その参加しましたけども、それもすごかったですよね、うん、各地から押し寄せて、へ、来場者数何万人っていうね、すごい、
ね、いや絶対見た方がいいです。キサラギさんも松本さんも。じゃあ俺らに見せたいおもろい神回教えてみや。いや俺ね語らせていただきますよ。教えてください。いやテーブル叩いてまで、うん、いろいろね企画あるんですけどね、一番有名なのはサイコロとかあるんですけど、はい、僕が一番好きなのはアフリカジャングルリベンジ。タイトルからもう面白いです。何それ何ですか。まあアフリカね、アフリカジャングルっていうのもともとあるんですけど、それのリベンジというか、はい、でその企画内容がその、はい、ジャングルの中にあるその、はい、ブンブンという動物観察小屋で、はい、動物が出るまで見続けるっていうね、いうやつの、もうただの木の家なんです、うん、何の設備もない木の家で、はいはい、怖い怖い。そのこのジャングルですから、その湿地帯のもうすごいもう35度ぐらいのところで延々とパンツ一丁で動物を見続けるんですけど、でリベンジっていうのがそのブンブンに行くとき、はい、ブンブンに行って観察するときに、しかも大泉洋さんの誕生日でそのブンブンで過ごさせるみたいな、俺誕生日なんだぞって愚痴りながら永遠と動物を出るまで見続けるっていうね、はい、でその夜になってくるとその全然動物も出ないんですよそこ、ね、動物出ないなっつって、でパンツ一丁でずっといますから大泉洋さんがお腹壊しちゃって、はい、でそのブンブンに立てつけてあるもう外にあるもういつ虎が出てもおかしくないところの外にあるトイレに行って、はい、でも怖いからちょっと見守っててくれないかってカメラと一緒にトイレをするっていう、ね、そのシーンがめちゃめちゃ面白いんですよ。 YouTubeとかにもね違法アップロードされてると思う。違法紹介はダメですよ。ダメです、ダメです。今でもレンタルできるようになったんじゃないの。レンタルはできないです。できないんですか。一切購入のみ。あとまあ東京で毎週必ず再放送やってますんで、あとはネットフリックスとか、やってますね。ネットフリックスとかに水曜どうで落ちてますんで、ぜひ皆さん見てくださいということで、はい、はいはい、よろしくお願いします。いい、ね、そういう思い出の気にしますから、気にしますから。5時間いいね、しゃべりはいいね、あと面白さがねちょっと欲しいね。面白かった、うん、優しいか大丈夫、そう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 、熱意だね、はい、そうなんじゃあ告知ですかね。そうですね、はいはい、うん、そうですね、はい、じゃあアルカリ電池からそうやっていきましょう、はい、僕らがですね、うん、まあ精力的にいろいろライブは出てるんですけれども、うん、まあそちらはツイッターを見ていただければと思います。アルカリ電池で検索していただければ、はい、出てくると思います。全部アルカリ電池はカタカナでお願いします。カタカナでお願いします。じゃないと出ないのでお願いしますね、はい、と一緒にですね、毎週水曜日の21時に、はい、まあ僕らで、ツイキャスで、配信アプリをやってますので、そうですね、生配信で、あ、そうです、そうです、はい、生配信もやっておりますので、はい、そちらもぜひ見ていただければと思います、はい、あとは個人的には僕は、ポコチャというアプリで配信もやっていたり、はい、ダイオスさんはですね、一人でギターを弾いて歌ってるっていう、毎日弾き語りをね、そうです、そうです、ツイッターの方で、はい、でそれからも興味あれば見ていただければと思います。ぜひお願いします、YouTube チャンネルもやってますんで、そうです、そうです、やってますんで、うん、ぜひ興味を持っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで狐日和の告知はですね、まあ名乗るほどのものでもないんですけどね、そうなんですけどもね、語らせていただきます。語るんですね。語りますけどもね、先週に引き続き、はい、ライブ等の情報は、はい、狐日和のツイッター、そしてあと YouTube チャンネル狐日和やってますんで、それをぜひ見てくださいっていうのと、先週告知できなかった告知もするんですけども、なんとですね、この僕お稲荷達也ですね、はい、お稲荷達也単体なんですけども、はい、ウィキペディアあるんですよ。ウィキペディアがあるんで、それもね、ぜひね見ていただきたいなってね。ウィキペディアあるの？あるんですよ僕、ね、す結構ね活動してるんでね。そうなんですよ。何が作ったんだろう、お前じゃねえか作った。僕がねアカウント登録して自作自演、自分で、ね、自分で作ったんですけどね、最近そのなんか警告みたいに載ってて、はい、誰も見ない可能性があるため消してもよろしいでしょうか。見てくれてないんです。なんでぜひ皆さん消さないように見てください。どんな宣伝ですか。お願いしますよ、ね、これね、僕もちょっと見たんですけど、はい、そのペア、とんでもないなんか個人情報ぐらいレベルのこと書いてあるんです、自分で書いてますから。とんでもないことまで知ってんだろう、ね、身長とか体重とかそこまで自分で書いてます、ね、やっぱ情報戦略ですから、この今その時代は ね、自分からねアクション起こしていかないと、ね、ね、よろしかったらアルカリ電池も木更木さんもウィキペディア作りますよ。いや松本さんも作んない。松本さんまで作りますよ。それなら松本君の名前も書いてあったよ。あったんですか。カロリーのせいがあって僕ね、松本さんの情報一切載せてなかったんですけど、はい、誰かが更新してた。勝手にさ、渡辺コミュスクール入学と書いたと思う。書いた、俺ちょっと震えたよね、ちょっと、うん、まず最初に書いとけって話なんですけど、僕が。ちょっとアルカイ電池と木更木さんもお願いしてもいいか。お願いするの。じゃあ木更木さんの方だけやりたい。僕らはじゃあ木更木さんお願いします。はい、告知、はい、普段ダンサーやったりアイドルやったりしてます、はい、今の状況だとちょっといつライブとかが言えないので、ぜひぜひキサラギ前でツイッター検索していただければなと思います、はい、私もポコチャというアプリで、はい、ほぼ毎日
あ、そうライバルなんですよね。はい、ぜひぜひマピちゃんで検索よろしくお願いします。マピちゃんでマピちゃん。ポコちゃんでマピちゃん。毎週やってんのか。インフミマス。毎週やりたいこれは。今日どうでしたラジオ出て。いやいやめちゃくちゃ楽しかったです。本当に。いやもうお稲荷さんのね水曜どうでしょうに対しての愛がね。そうですね。愛がね。変わりましたね。しかもそれをね言ってる時のあの松本さんの無の顔が一番。こいつ相方に興味ないんですわ。今日途中からあの貧乏エスルもしてたのでより面白かった。ちょっと揺れてた。でも本当にね2週も出させてもらって。いや本当に喋らせてもらいすぎたのかなって。まあたくさんね話させてもらって。印象とか変わりましたかね、僕たちの。あ、最初から。やっぱり面白かったし、狐さん。誰って。嬉しい。いやでも本当皆さん仲良しで、はい、でも一緒にできてよかったです。本当にありがとうございました。また呼んでください、ね、またぜひ一緒にやりましょう。はい、はい、お願いいたします。はい、プロデューサーさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。カレーもごちそうさまです。そこは今言わなくていいよ。裏でいいよ。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。